1977年の二見、中央仮上工場と、周囲約500メートル範囲、右が阿波走方面、のトロコ半南東の畑作地帯にある。後年は、待合室が、ホーム横に設けられていたが、この写真では見当たらない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成二見中央仮上工場は、かつて、 北海道網走市ざ二富川丘に設置されていた日本国有鉄道有毛線の仮乗工場である有毛線の廃線に伴い1987年3月20日に廃駅となった一部の普通列車は通過した3月3日改正時点で下り一本上り一本廃止時点で単式ホーム一面一線を有する地上駅であったホームは 線路の北側に存在した、点鉄機を持たない、防線駅となっていた。廃止島で仮上工場であり、無人駅であった。ホームは、網走り方にスロープを有し、駅施設外に連絡していた。駅名標は、二見中央と、宇が抜け落ちたものが、長らく使用されていた。当仮上工場の所在地、二見が丘の中央に位置していたことから、2011年時点では、 鉄道関連の意向は何も残っていない。東リ上工場跡付近の線路跡は、北海道道線87号網走り、ところ自転車道線として自転車歩行者専用道路に再利用されていた。ありがとうございます。